YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。洋服の青山朝霞原店の吉田です。前回の動画ではレディースのスゴシリーズというのを紹介しましたが、今回はメンズのスゴシリーズを紹介していきます。メンズのスゴシリーズについては洋服の青山の他の動画の中でも紹介していますので、そちらも合わせて視聴していただきたいですが、今回私が紹介するのはスゴシリーズの中でも特に猛暑を涼しく快適に乗り切る夏におすすめのアイテムを紹介したいと思います。まずご紹介するのはこちらの触るとひんやりする系の商品です。スゴシリーズのポロシャツや T シャツなど肌に直接触れるインナーにはひんやり系のアイテムがいろいろあります。このひんやり素材は一般的に接触冷感と呼ばれていますが、夏になると枕カバーや敷布団のカバーなどの寝具によく使われている機能なので、皆様にも馴染みがあるかと思います。そういった夏用の布団カバーを使っていて接触冷感をすでに体験したことがある方はイメージできるかと思いますが、そのひんやり感がビジネスウェアとしてそのまま着れるのがこちらの接触冷感のスゴシリーズのインナーです。肌の表面をいい感じに冷やしてくれて熱中症対策にもなると思いますので、夏のビジネスウェアとして本当におすすめです。2つ目はこちらの風通し抜群の通気性の良い商品です。画面越しだとちょっと分かりにくいと思いますが、すごく通気性が良い薄さです。肌触りは少しザラッとしていて、汗をかいたり長時間座っていてもベタつかなそうです。それでいて透けたりはしなそうなのですごくおすすめです。今回はスゴシリーズの中で接触冷感や通気性抜群の商品を紹介しましたが、スゴシリーズ以外にもゼロプレッシャーやアクティビスといったシリーズにも接触冷感や交通機の商品をたくさんご用意しております。接触冷感というアイコンや交通機、清涼というのが目印になりますので、オンラインストアでのお買い物や洋服の青山の店舗にご来店いただいた際には接触冷感や交通機の商品を選んでいただくと夏を快適に過ごせると思います。ぜひ洋服の青山の YouTube チャンネルを登録していただき、いろいろな動画を参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。